皆さん、こんにちは。アグラ編集長の新田でございます。本日はですね、この収録日が、2017年1月17日ということで、もう今日の朝方ですね、神戸の方ではですね、阪神・淡路大震災のからもう22年なんですかね、もう経つということで、各地で、皆さん、追悼をされておりました。改めて亡くなられた方々に対する、ご冥福をお祈りしたいと思います。で、実はですね、東日本大震災の影響もあってですね、東日本大震災の直後はですね、東京でもですね、やはり地震ということで、同じ関西のかつての大地震ということで、結構、関心が一時的にまた高まったということもあったんですが、やはりですね、私自身もちょっとこっちの関東の育ちのものなので、ちょっと戒めも込めて、自戒も込めて言いたいんですけども、やはりちょっと阪神大震災ということは、やはりこれは忘れてはいけないなというふうに思います。で、私もあの時は当時私19、20歳になる年だったんですが、大学受験生で浪人して、ちょうどまさにセンター試験が終わるか終わったかぐらいだったと思うんですけど、本当に衝撃だったことを今でも覚えております。ただちょっと私、浪人生のくせにちょっと一息ついてちょっと寝坊していてですね、母親に神戸が大変なことになってると言って叩き起こされたというような記憶があるんですが、で、本当にもうすごい地震で、あの時は同世代でもですね、本当に大学進学考えていた人とか、本当に同世代のも関西の大学生でも亡くなったりとかいう人がいてですね、本当に痛ましい思いになった記憶があります。また、現役で私同世代で大学入った人間はボランティアになんかもね、行ったりしていたということがあるんですが、我々、私なんかはリアルタイムで見てきた世代ですけど、もう今の若い人はもう本当にテレビで子供の時見た記憶があるかどうかとかいうぐらいなのではないでしょうか。で、一つ、やっぱ阪神大震災がですね、ちょっとその一つ問題提起したかったのは、これメディア論的な言い方かもしれませんが、ある種の首都圏から見たときにですね、もう本当ローカルコンテンツと化してしまってですね、なんかちょっとだんだん時間が経つためにですね、記憶の風化っていうのが今ちょっと本当に避けられなくなってきてるなというところ、そこが非常にちょっと懸念しているところでございます。で、ただですね、東日本大震災の時に、震災対応ということで、結構東京の人たちももう一度記憶、いろいろと地震に対する危機意識というのがまた芽生えてきてはいたんですが、また3.11からもですね、もう6年が経ちましてですね、だんだんですね、その辺の記憶もまたちょっと少し一時のピークより収まっているかと。で、阪神大震災はやはりちょっと忘れてはならないのはですね、日本でも有数の都市部を襲ったですね、直撃した直下地震ということで、で、もうご記憶の方もおると思うんですが、もう僕ら世代だとですね、テレビで見た時に高速道路の横倒しであったり、本当にビルがですね、大きなビルが倒壊したりということで、非常に都市部を直撃したらどうなるかということで、で、これはですね、やはり首都圏、東京に住む人間としてもですね、本当にこのことはですね、もう一度阪神大震災からのですね、教訓というのを、見ていかなければいけないなというふうに思います。で、今度のですね、ちょうどですね、こういう時に選挙でよく公約なんかでもその防災対策なんかで話が出ますが、年末で新潟の糸魚川のですね、木造密集地の火災なんていうのをちょっとまたこれで少し注目される部分でもあると思うんですけど、ちょうどこの千代田区長選、それからこの今年の東京都議会議員選挙を含めてですね、どうしてもですね、小池陣営 VS、自民党を取れみたいなですね、そういう政局的な話でついつい選挙を見てしまいがちなんですが、もちろんそれできっかけに選挙に関心を持つにしてもですね、やはり政策は何がしかやっぱり皆さん決めてで投票していただきたいなと思いまして、その防災っていうのはやっぱりちょっとそこは都市型防災、首都直下地震にどう備えるかというところ、これはもう本当にですね、しっかりとですね、一見するとどこの会派も政党もですね、似たようなことを言っているんですが、
でもやっぱりどこまで本当に深掘りして真剣に考えているかということはですね、いろいろとですね、皆さんの、ウェブサイトとか、街で、その候補者の皆さんとかが配ってるですね、チラシパンフレットを見たりとかして、時には場合によっては質問なんかしたりしてですね、本当に首都直下地震についてどういう対策を立てて考えていらっしゃいますかということを、ね、問いかけるのは大事じゃないかなと思います。その意味でもですね、今年の阪神大震災、本当に首都直下地震を展望する上でですね、非常に、改めて重要な歴史的な大災害だったということをですね、この日に考えて振り返ってみたいと思います。ということで、またよろしくお願いします。